皆さんこんにちは、加藤です。今回は新型コロナウイルスの感染が日本でも広がっている件についてお話ししたいなと思います。非常にね、難しい状況となってきました。実はですね、コロナウイルスに関して動画を上げようと思ってですね、2日3日前からですね、実は結構調べてていたんですけれども、実はですね、もう難しいというか、どういった対応を取ればいいみたいなことを話せなくてですね、動画をアップできないでいました。でやはり医師ではないっていうことと、まあ基本的に疫学の知識もないんで、これまあどうしたらいいんだみたいな感じなんですね。で例えば、中国からの飛行機をすべてね、日本に入国できなくするとかですね、いった対応もまあ考えられるっちゃ考えられるんですけど、まあ、法的に難しいとか、あとは経済的な問題ですよね。日本人の中にも中国人観光客相手のビジネスをやってる人っていますから、それをどこまで考慮しなければならないのかとかですね。あと一番難しいのが、まあ、致死率 3% と言われていますよね。これ WHO の発表もあるんで、まあ、間違いないと思うんですけど、まあ、感染した人の 3% は死ぬと言われて、死ぬという状況みたいなんですね。要するに100人、コロナウイルスにかかった人がいたとしたら、3人は死ぬと。ね。で、その3人っていうのは、基本的に何かしら病気をもともと持っていたりだとか、あとは、老人っていうのかな、まあ、年寄りとかだったりするんで、若い人にあんまり関係ないのかなとかですね、その 3% っていう数字をどう捉えるかと、これぐらいはいいのかっつって普通に受け入れて、患者が出たら対応するぐらいの対応でいいのか、もう完全にシャットダウンするのかとかですね、もっと検査を厳しくすべきかとかですね、まあそのコスト等を考えるとですね、まあとにかくわからないと思いました。で、今回、日本でも、日本人のね、感染者が出たわけですけども、それを聞いてね、思ったのは、僕は政治家になれないなと思いました。この2日3日前の段階で何かしらもっと効果的な対応を取っておくべきだったんだとは思うんですけど、もう今はすでにもう、今この時点でもどんどん感染は広がってると思うんですよ。目に見えないだけで。なので、まあ、そういった早い段階で対応を、まあ、決めるみたいなことができないと、まあ、優秀な政治家ではないと思うんですけど、僕がもしね、まあ政治家になる予定もないですけど、政治家に、日本の政治家をやっていたとしたら、全く役に立たなかっただろうなと思いました。それぐらいね、よくわからなかったというか、今でもよくわかってないといった感じです。でね、橋本徹さんがですね、先ほど、つぶやいたツイートがですね、割と、なるほどと思ったんですが、これですね、武漢からの帰国日本人に、入院検査、自宅待機、経過観察などをどこまでやるなら、武漢や感染地域からの中国人入国者に同じことをやらないと意味がないと。しかし法律がない。ゆえに政治判断か国会での緊急立法が必要だと。国会は何をしているということですよね。で、これは、さっき僕が話していた、2、3日前の段階でどうすればいいかがわからないって、もう混乱というかもう、何も手が打てないみたいな状況になった、わけですけど、僕個人的にはね。まあ、国会自体も、まあ、そういった状況に陥ってるということに対して、まあ、橋本さんは批判をしてるわけですね。まあ、確かにその通りだと思います。で、まあ、対応は難しいんだけれども、だからといって、中国人相手にもやらないといけないだろうと。ね。で、まあ、ちょっと説明しなかったんですけど、まあ、今、武漢に住んでる日本人をですね、まあ、チャーター機、政府がチャーター機を送って、なんとか帰国させたと。で、その人たちを、まあ、検査させてるんだけど、2人ほどね、検査を拒否して、家に帰ったようなバカもいてですね、だけど、そのバカを止める法律がないというか、強制的にね、検査させる、法的な、法的に執行することができないと、法的にできないということで、まあ、そういう難しさもあると。いう状況です。これはね、本当に橋本さん言ってることはその通りだなと思うんですけど、まあとにかく、めちゃくちゃ難しいですよね。検査拒否の問題は早く本当に法律、緊急で立法しないと、検査拒否をするバカ相手に、何も対応できないっていうのが現状ですよ。本当に。はい。で、
でね、もう一つ、国会に関してね話しておこうと思うんですけど、桜を見る会に対するね、追及が、まあ、国会では今進んでるわけですけども、まあ、それをどう見るかっていう話で、なんか割とね、自民党を支持してる人たちはですね、こんなコロナウイルスでね大変な時にそんなことやってんじゃねえよということをですね、まあ、言ってるわけですよ。で、まあ、確かにさっきの橋本さんの意見と一緒で、本当にもっと早い段階で、何か対応を取るべきだったと思うし、今もうナッシングトゥーレイトでもう、今すぐやった方がいいと思うんですけど、だからといってね野党が悪いみたいな追及もまたおかしいと思ってて、その桜を見る会の問題っていうのはですね、まあ、誰が責任取るかとかいう話は置いといて、もう誰がどう考えてもおかしいわけですよ。仮に自民党が野党だったとしたら絶対に追及してますよね。自民党が野党で、与党の民主党ね、立憲民主党とかが同じようなことやってたら、もう絶対追及してますよ。ふざけんなお前らと、公職選挙法違反だろうみたいなことを絶対言ってますよね。それぐらいむちゃくちゃな逮捕してると思いますよ、自民党は。で、僕自身はですね、自民党憲法改正してほしいんで、自民党頑張れっていう立場なんですよ。なんですけど、桜を見る会の対応にね、何一つね、擁護する点が、できる点がないというか、もう無理でしょって感じですよね。だから、今この、コロナウイルスの問題で、まあ、国会が、急いでね、法案を作らないといけないっていう時に、今までね、桜を見る会の問題を引っ張ってきた自民党の責任はどうなんだっていうことですよ。確かに野党も、コロナウイルスのね、議論をもっと仕掛けた方がいいっていうのは、まあ、理解できますよ、僕も。ね。それはまあ確かにその通りだと思うし、やった方がいいんですけど、だからって言ってね、いや、自民党、お前らが眺めかせてきたんだろっていう、理論も正しいと思うんで、これもう本当にどうしようにもねえなと。日本の政治はどうしようにもねえなっていう感じです。んで、そうだね。まあ、なのでコロナウイルスはですね、僕の予想ですけど、まあ感染者はまあこの今1月28日だっけ29日30日なのかな、まあ1月中にまあ30人40人ぐらいには増えるんじゃ、日本人の感染者がまああと3日ぐらいで30人40人ぐらい出てくるんじゃないかなと思ってます。で、なんだろう、まあどうなんですかね。で、 WHO もまあパニックを起こさないようにとか、まあ正確な、情報をみたいなこと確か言ってた、 WHO じゃないか、まあ医師の方もね、まあそんなこと言ってる人もいるんですけど、まあだからといってね、医学的な知識がない人たちがですねパニックを起こさないってなかなか難しいと思うんですよ。事実もうマスクは売り切れてるしね、至る所で売り切れてるみたいですし、日本でね、これはねめちゃめちゃ難しいですよ。で、ただまあとんでもないデマが広がってるのも事実で、例えば致死率 15% っていうデマも広がったじゃないですか。あとはなんかわけわかんない薬みたいなのをマスクに振りかけるとコロナウイルスを防ぐことができますよみたいなめちゃくちゃなことを言ってるバカもいますと。で、まあ要するにそういうデマを流してお金を儲けようとしてくる頭のおかしい人までいるということで、すごくねバカバカしいというかありえない状況なんですけども、そうだね。だから手洗いうがいをちゃんとしましょうっていうのは別に笑い事でも何でもなくて、本当にちゃんとやった方がいいんだと思います。で、マスクは、なんて言ったらいいんだろう。マスクで完全に防ぐってことは多分できないんだけど、それでもやっぱりやっておいた方がいいだろうということは、まあ本当みたいですね。なんで、まあマスクを持ってる方はやった方がいいということみたいです。で、僕が住んでるアメリカでも、当然ね、対応が急がれると思うんですけど、日本ほどね、コロナウイルスがアメリカで騒ぎになってないのはなんでなんだろうって感じですね。日本の方が感染者が中国からの旅行者が多いってことなのかな。なんかちょっとこれ調べてないんですけど、アメリカがなんでこんなに騒ぎになってないのかなっていうのはちょっとびっくりしてます。
であとね、あのワクチンも開発が進んでるっていうことで、これがね、まあ、ワクチン完成したら、かなり感染に対する恐怖っていうのは減ると思うし、絶対いいと思うんですけど、そうだね、難しい、難しいですよ本当に。医者でもない素人がね、コロナウイルスの問題はね語れないっすよマジで。いやマジで、だからとにかく検査をもっと徹底した方がいいっていうのと、ね、中国人旅行者と、あとは日本人の帰国者ね、あとはこういった緊急でね、なんていうんだ、感染の疑いがある人を、まあ、法的に拘束できる、制度も多分必要だと思うし、もちろんこれが悪用されてはいけないんだけれどもだと思うし、あとはね、メディアの対応ですよね。武漢から帰ってきた日本人の記者会見なんかね、でやってです、記者会見というか顔を写してね、まあ、報道してるわけですけれども、そういった人たちがですね、まあ、風評被害とかによってですね、危険な目に遭ったりしないようにするためにも、そういうことをやらないようにしないといけないと思うし、まあ、とにかくめちゃくちゃな状況ですよね。めちゃくちゃな状況だし、僕個人としても何を言えばいいんだろうって本当に分かんないですね。はい、まあ、そんな感じで今回ちょっとこの動画撮ろうか悩んだんですけど、いまいち考えもまとまらないんで悩んだんですけど、後でねちょっと振り返ってみて、あの時自分は何を思ってたのかなとか見返すように撮ってみました。なんで皆さんもまああんまり危機感持ってない人とか、あとはまあどうでもいいと思ってる人とか、めちゃくちゃビビってる人とか、まあいろいろいると思うんですけど、なんかね記録してみておくと、日記なんかつけておくといいかもしれないですね。あとでマジでコロナウイルスがめちゃくちゃやばくなった時に、やっぱりあの時の自分が思ってたこととか予感が正しかったとかですね、あとコロナウイルスが全然大したことなかった時に、あの時ビビりすぎだったとかですね、そういった自分の過去を振り返れるのもね、なんか価値があるんじゃないかなと思うんで、なんか記録をつけておくとねいいんじゃないかなと思います。もうそれぐらいしかね言うことないマジで。いやでもとにかく怖いです。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。